皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、今年から始まりましたなぜここがシリーズですねに関してちょっとねまた触れてみたいなと思います。で今回のね、お題はタルタルガーのタイプ S なんですけども、これのですねなぜここがに関して言うと、これあんまりね触れる動画がないと思いますので私の方で触れてみたいと思いますけども、このホイールです。まあ、20インチなんですけどね、これがですね、451ホイールであるということです。で、今はですね、もう結構多くの車両が451になりまして、例えばダフォンとかね、あの辺も多分スピードのファルコとか、451になりましたし、ターンもですね、バージョン X とか、あの辺はもう451になりましたし、KTS の F20 ですね、あれもそうだし、P20 も、451があの標準というふうになりましたけども、20年前から451ですというのは実はタルタルがタイプ F だけ、タイプ S だけなんですよね。で、これは先日あのメーカーさんお見えになった時いろいろお話をされてたんですけども、そのね、車輪の小さいやつで畳めるロードレーサーのようなものを作りましょうとなった時に、まあいろいろね、あの実験はされたそうです。例えば22インチとか24とか、もう実はね、試してみてはいたそうなんですよね。で、実際ですね、451のホイールと、その辺のホイールと、そんなに差がないだろうと。で、406まで行くと、ちょっと物足りんというようなことがあったそうですね。なので、いろいろなホイールの、ね、可能性を試した中で、451が一番だということで、最初からこう451のホイールを採用しているというふうになるわけです。で、このね、タイプ S が出たのが20年ぐらい前ですから、20年前ってよく考えたらですね、20年前のね、カタログとか、自転車の雑誌とか持ってらっしゃる方ね、調べてもらうとわかるんですけど、ほとんどが406なんですよね。で、20インチって言ったら406が当たり前だった時代に、451を標準装備で出てきてるというのは、よほどの覚悟と、ちゃんとした考えというか、それがないとできてないと思うんですよね。そういう意味ではね、これ本当先見の明のある、いろんなことを考えて、本当によく考えて作られた車両なら、なんだなというのが改めましてわかるなと思います。今僕もね、後ろに映ってるあのスピードのファルコで通勤とかしてますけど、やっぱ451のホイールってよくできてるなって改めて思うんですよね。で、その上で、このタルタに乗るとやっぱ足回りとかよくできそうになって、ますます思うわけなんでございました。そういうね、先見の明のある、だから変わらぬ価値をずっと提供し続けることができる車両を最初から作ってくれてるというところに、メーカーのね、取り組みの素晴らしさ、いろんな良さというのがご理解いただけるんじゃないかなと思います。まあ、乗ってみていただければ、あ、これかっていうふうにご理解いただけると思いますので、ご来店の方をお待ちしております。